今からどれだけ頑張ったとしても勝つことは不可能でしょう。それだけは。ブラックワールド。あなたが選挙コンサルタントの雄太郎さんですね。そういうあんたは玲奈地区選挙候補者の小杉さんじゃないですか。今日はどういったご用件で。俺の名前は雄太郎。選挙コンサルタントとしてたびたび仕事を請け負っている。選挙コンサルタントとは、候補者に寄り添いながら選挙をサポートし当選に導く仕事だ。要件はもちろん、あなたに私の選挙コンサルタントになってほしいのです。この地区に事務所を構えているということは、もちろんこの地区に詳しいはず。私のために、この地域の皆様のために、ぜひお願いします。ご依頼受けたまわりました。では早速ですが、契約の内容と依頼料の確認をいたしましょう。依頼料は100万、選挙のための必要経費は小杉さん持ちで負担、また成功報酬として30万、あと細かい契約はこの紙を読んでください。依頼料100万って高すぎないですか？そんなことありません。大手ならこんなもんですよ。うちは大手じゃないですけど、実績はありますから。じゃあこの成功報酬っていうのは何ですか？こんなの下手したら選挙法違反になるじゃないですか。選挙が終われば契約は終了。そうすればお金を渡したとしても問題ありませんって。それに成功したらでいいんですから。もちろんそのために私がいるんですけど。本当に大丈夫でしょうね。大丈夫ですって。私に任せてください。今まで私が担当して失敗したことはありませんから。わかりました。そこまで言うならあなたを信じてみましょう。ちょろいちょろい、今回もがっぽり儲けさせてもらおうぜ。表向きは選挙コンサルタントを名乗っているが、実は選挙ブローカーとして活動していた。選挙ブローカーといってもいろいろタイプがある。1、直接金銭を要求する。ブローカーとは知らずに応援を依頼しに来た候補者に対し金銭を要求する。2、売り込み型。自ら積極的に選挙事務所に売り込みをかけお金を巻き上げる。3、お金だけ受け取って一切動かない。地域の顔役として依頼され多額の金銭を受け取るが、適当なことを言い何もしない。4、推薦状送付詐欺。規則の裏をついて寸借詐欺を行う。もちろんこれらは全て選挙法違反に当たる行為だ。しかし同時に、それでも勝ちたいという候補者もいることも明らかになる。俺は早速選挙地区の調査を開始した。町の雰囲気や住民の年齢層の比率など、それによって集会所訪問の場所を決めたり絞ったりする必要があるからだ。この地区は住宅街が多くて比較的年寄りが多いな。子育て支援の政策を盛り込みつつも、老後支援の政策をアピールした方がいいかもな。そして地域の顔役的な人物を調べ、その人たちに選挙に協力してもらえるよう作戦を練り、入念に下調べをする。有力なのは〇〇工場とその子会社、あとは商店街の会長やそこへ貢献してる企業ってところか。さて、あとはこいつらとの交渉材料を持っていけばいいわけだな。こうして俺は数週間かけてこの地区を調べ尽くし、有力候補である地域の大企業の社長との接待の場をセッティングすることに成功した。ぜひ今回の選挙で協力していただきたいんです。協力していただければ勝利への道は見えたも同然ですから。そんなことをしてバレたら私の方も危なくなる。リスクが大きすぎるな。しかしメリットも大きいと言ったらいかがです？で、そのメリットとは？ライバル社である玲奈商事の情報を提供します。今新たな事業を展開しようと動いているようですよ。こちらがその証拠の一部です。もし協力していただけるのであれば、残りの情報も提供いたします。おお、これはなるほど、君はなかなかできるようだな。よし、その条件で承諾しよう。ありがとうございますこれでかなりの票が手に入るぞ。
あとは他の顔役にも協力を取り付けられればさらに勝率は上がる。というわけで、高齢者と働く中高年層に寄り添った政策を展開してください。そのため演説する場所の候補はこことこことここの3カ所、集会訪問場所も絞りました。おお、この数週間でこれだけの調査と戦略を。すごい、あなたに頼んでよかったです。それはよかったです。それともう一つご報告が。実は地域の顔役でもある大手企業の社長が協力してくれるとおっしゃっておりましてね。企業はもちろん、子会社や下請けまでの票を入れてくれると約束していただきました。え、それってもしかして選挙法違？その見返りとして150万ほど用意してほしいんですよ。ちょっと待ってください。それはいくらなんでも無理です。それにそれは歴史とした選挙法。小杉さん、これでも俺がいろいろ苦労してこの値段まで下げてもらったんですよ。社長にまで話をつけたっていうのに、まさかそれを無駄にするんですか。小杉さん、あなた勝ちたいんですよね。それはもちろんそうですが、しかしそういうやり方はもしバレたら私の政治家人生は終わりになってしまうじゃないですか。そんなの困ります。そうですか。もしこの話がなかったことになると、きっと社長は裏切られたと思うでしょうね。その場合、通常のやり方で選挙をして票が入ってると思いますか。それは企業全体、その子会社、下請けまでもが小杉さんの敵に票を入れることになるでしょうね。そうなると、今までの努力も労力も金も市民からの期待も全て水の泡、もはや落選は確実。今からどれだけ頑張ったとしても勝つことは不可能でしょう。それだけは。しかし小杉さんが150万さえ払っていただければ、その票は全てあなたのものだ。わかりました。払ってやる。ありがとうございます。これで150万は全て俺のもの。社長には情報を与え、俺は対価として金をもらう当然の権利だ。さあ、あとそろそろラストスパートだな。最後まで絞り取ってやるぜ。働く人々からこれ以上何を搾取しようというのですか。今の政策はおかしい。弱者を虐げている。演説での人の集まりもいい感じだ。これも社長のおかげかもしれないな。自分が入れる候補者の演説くらい聞いておこうと思うだろう。その人だかりがさらに人を呼ぶ。いい感じだ。選挙戦略の成功、根回しの回もあり、無事に小杉は当選した。ありがとうございます。ありがとうございます。これも全て皆様のおかげです。これからはこの町のため、住民の皆様のため、今以上に邁進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ゆうたろうさん、この度は本当にありがとうございました。あなたのおかげで当選できました。あなたを信じてよかった。それはよかった。で、約束の金は。もちろんでございます。こちらお約束の成功報酬30万です。確かに。それじゃあまた縁があればいつでもご依頼ください。依頼料の100万、社長への賄賂と偽った150万、そして成功報酬の30万、計280万か。まあまあ稼げた方か。金だけもらって仕事もしない選挙ブローカーもいるのに、どうして俺はちゃんと仕事をするかって。そりゃ落選して恨まれたりでもしたら訴えられるリスクがあるだろう。それにちゃんと当選させてやれば、あいつらは喜んで金を払うんだから。当選するためならいくらでも払ってくれる太っ腹な政治家もいるし、お互いウィンウィンだろ。さて、次はどこの候補者をカモにするかな。
市民を苦しめるな、政策反対。反対。1時間くらい歩いて声出して、これで1回1万とかマジで楽勝だな。その辺のバイトするよりよっぽど儲かるぜ。俺の名前は熊本。アルバイトとしてデモ活動に参加して金をもらっている。別にどこの党がどうなっても俺には関係ないし興味もない。どうせ何したってこの国が変わるわけじゃないし、俺たちの暮らしが良くなることだってないんだ。なら今必要な金がもらえればそれで十分だろう。っていうか金がないと何もできない世の中だしな。金をくれる方につくのが一番だ。俺みたいなのをプロ市民というらしい。プロ市民とは市民を装って市民活動を行っているが、実際には利益を得るためにそれを行っているものを指す。一般の市民活動とプロ市民による活動の大きな違いは、活動の成功によって何らかの利益または強い権力を得られるなどの目的があるかどうかだ。さて今日も適当に声出して帰ったら飯でも食いに行くかな。牛丼にするかラーメンにするか。未来のためにも守らなければならない。レーナ党を絶対に許すな。今回の人たちは結構熱量が多いな。俺もバレないようにちゃんと声出さないと。絶対に許すな。何かしらのアクションがあるまで私たちはここから動かない。見て見ぬふりをするな。そんなところに座り込んでいいの？通行の迷惑になるけど。今回のデモは座り込みの予定はなかったよな。答えを先延ばしするな。うわ、そこまでするのかよ。待てよ、確か依頼者からはデモの印象が強かったり敵対する政党に悪いイメージを与えられれば報酬を増やすって言ってたよな。ということはこれはチャンスなんじゃないか。これに便乗して政党の悪口とか言えばこのデモのイメージは悪くなる。よし、俺も。そうだ、俺たちはここから動かないぞ。市民の気持ちを無視するな。そうだそうだ、みんなもっと声出していこう。レーナ党の政策反対。俺たちをどかしたければ責任者出てこい。ちょっと何あれ、あんなところに座り込まれたら邪魔じゃない。子供たちだって通る道なのに困るわ。一体何のデモ？レイナ党に対して言ってるみたいだけど、もしかして今敵対してるブラック党派閥じゃない？あそこ結構過激だし。まったくいい迷惑よ。よしよし、いい感じだぞ。これでこのデモの印象はかなり悪くなったんじゃないか。今回はデモをされている側の政党からの依頼で、デモ隊の印象を悪くすることでデモ隊が推している政党のイメージを悪くすることが目的だった。警察沙汰になるのは困るし、この辺で引かないとな。後日この騒ぎが大きくニュースで取り上げられ、思惑通りデモ隊が推している政党のイメージ悪化につなげることができた。うひゃー、まさか報酬2倍もらえると思わなかったな。こんな感じでやっていけばもっと効率よく稼げるじゃん。今回の件が良かったのか、これを機に多くのデモ活動に呼ばれるようになった。増税反対！国民からこれ以上搾取するな！うわ、被害者の気持ちを考えろ！被害者に救済を！地球環境を守るため、未来のために今すべきことをしましょう！核問題に向き合え！どこどこの国の虐殺を許すなといったデモや、子育てに関するデモ、増税や核に関するデモ、省エネに関するデモなど、政党、国、地域などに縛られることなく、頼まれればどんなデモにも参加した。このバイトをするまで知らなかったが、結構日本の至るところで毎週のようにデモが行われているらしい。明日は愛知で1件、次の日は大阪でも1件、来週は3件もあるな。1日1回、1、2時間参加しただけで1万以上もらえるんだから、めちゃくちゃいいバイトだよな。週末はほぼ確定してどこかでデモが行われているし、交通費も支給される。これなら月10から20万程度は稼げるな。別にこの国がどうなろうと、世界がどうなろうと、俺の知ったことじゃない。重要なのは今なんだよ。
今楽に金が稼げていいもんが食えればそれでいいんだよ。叫んだって何が変わるわけでもないのにデモなんかしてほんとバカみたいだ。まあこんな楽なことで金もらえるんだからデモ様々だけどな。今日の依頼はデモじゃないんだよな。敵対してる党の演説に対して反論して政党の印象を悪くするのか。一緒にいる人がいないっていうのが違うけど、まあなんとかなるだろう。派手な言動してうまくいけば前回みたいに報酬アップしてもらえるだろうし、頑張るか。ですから税金の使い道を変えなければならないのです。子育て支援と言いながら何をしましたか。高齢化社会と知りながら何をしましたか。もういいでしょう。これ以上ブラック党に好き勝手させるわけにはいきません。だいたいどこの党も言ってることは同じだよな。言うだけ言って何もしないんだから。口だけなら何とでも言えるじゃないか。もっと働く世代にも目を向けろ。何ですか君は。今演説中ですから。この嘘つき税金泥棒、もっと有効なことに税金を使え。ですから今それを言っているではないですか。その政策に反対反対。おい静かにしろ。お前ここが何党か分かってやったるのか。え、さっきからその税金の無駄遣いをやめようって話をしてるのに、お前何なんだよ。まさか適当にヤジ飛ばして金もらってるやつか。いやそういうわけじゃ。おいどこの政党の回し者で。いえ、お前のことも晒してやる。どこの政党から来た。ごめんなさいごめんなさい。おい逃げるな、捕まえろ。まずい、どこからの依頼なんて絶対に言っちゃいけない契約になってるから言えるわけない。言ったら俺の身が危ない。許してください、もうしませんから。くそ、一体何が悪かったんだ。ヤジを飛ばしてイメージを悪くしてやろうと思っただけなのに。このままじゃネットにさらされるか警察を呼ばれるか、下手したらニュースになんてことも。くそ、そんなことになったら人生終わりじゃないか。何がプロ市民だ。もう絶対にこんなことするもんか。本来プロ市民とは今回のように揶揄する意味ではなく、ポジティブな意味合いが持たれていた。佐賀県鹿島市の市長が自党や責任感などのプロフェッショナル意識を持った市民と掲げたのが始まりと言われている。またこのプロ市民という言葉を逆手に取ったプロ市民人権賞という賞がある。プロ市民人権賞は地域の問題に主体的に責任を果たす市民というプロ市民本来の意味の復権を目指そうと2018年に始まったもの。実際に反原発や環境保護運動に取り組んだり、東日本からの移住者の受け入れをサポート、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に反対と訴え、埋め立て土砂の搬出阻止の活動を続けたりした結果、このような賞を受賞した人もいる。もう外に出たくない、怖い、また晒されるかもしれない。何がプロ市民だ。こんなことになるなら最初からやらなかったのに。ちゃんと考えて発言すればよかった。適当なこと言うんじゃなかった。くそ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 。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録していくがよい。